さん。白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガスティエースを捕らえた海軍は公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ、氷塊を一瞬で蒸発させた。いよいよ大詰めに入ってきた白ひげ海賊団対海軍本部のバトル。海軍は湾に海賊たちを阻止する包囲壁を巡らせ、エースの処刑を執行すると宣言した。なんとかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。行くよ。
じいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。大将、俺は一番隊隊長マルコ。麦わらのルフィによってエースは救出された。二人と配下の海賊団を逃がすため、白ひげはしんがりで力を振るい続ける。失態に浮き足立つ海軍だが、赤犬はあくまでも冷徹であった。慌てるな、ここから出しゃせんわい。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮、千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、うん、取り消せよ、今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに伝われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも、王になれず何も得ず、しまいにゃ口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。まだじゃ。やるな。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火。わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。わしと貴様の能力は完全に上下関係にある。皆さん、何を言うか。まだまだ君、お前さんもう限界じゃ。エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい、待て、ルフィ。絶対に逃がさん。
ルフィをかばい致命的な一撃を受けたエース。エースがやられた！衝撃走る一度、赤犬は再び拳を振り上げる。まだ息はありそうじゃない。やめろ！これ以上はつまらん時間稼ぎはよせ。人命元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが、この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。何をする気だ、ガープ。まだじゃ。そうやってわしを押さえておけ、戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。バカめ。裏切り者への制裁も必要なようじゃの。準備せろ、マルコ隊長。鬱陶しいの、ハチ使いか。危険はもう手遅れじゃとわからんのか。なんてことに。絶対に逃がさん。海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばい、エースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。やらねえ。エースの弟を連れてけよい。ジンベその命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうと、ジンベイは湾島へと急いでいた。
信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが、赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃん。赤犬さん、危ない。大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。わしが逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。しよるのジンベイ。無駄じゃ。あなたは今三回やった。任せん。やった。あとは任せてくれ。皆さん大変なのか。絶対に逃さん。やった。まだじゃ。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベイを追う赤犬。ジンベイの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベイはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、
エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。踊れ、人の心配しちょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したがの、心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るのか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが大層じゃのう、白ひげ海賊だ。赤ひね、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値は同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃあるやせん。好きにせい。海賊という悪を許すな。皆さん許すか。やるよ。やつか。まだじゃ。邪魔だ、下がれ。皆さん次な大本か。よう見ちょれ、やるじゃねえ。皆さん制裁じゃ。優勢小僧、悪を許すな。覚悟せい。うわヒゲとエース、戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の1人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、1人の海兵が立ち上がった。もうやめましょうよ。もうこれ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。兵士一人一人に帰りを待つ家族がいるのに、目的はもう果たしてるのに、誠意のない海賊を追いかけ、やめられる戦いに欲をかいて、今手当てすれば助かる兵士を見捨てて、その上にまだ犠牲者を増やすなんて。今から倒れていく兵士たちはまるでバカじゃないですか。ああ、誰じゃ貴様。数秒無駄にした。正しくもない兵は海軍にはいらん。ダメだ、死ぬ。僕は言ったんだ、言いたいことを。悔いはない。よ
くやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今世界の運命を大きく変えた。俺はあの船、なんでここに四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなく、ゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを討ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍。だが、急激に変化した状況は、世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ、元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部は、より強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。